この人はですね、お金持ちです。実際僕ブックオフで本を売ったことあるんですけど、そんなね、店員さん見てなくって、企画でも僕売りに行ったことがあって、その時にすぐ値段言われたから、見ないんですかって言ったら、もうその本は値段決まってるんだと、面白いものが実際挟んであるので、今回いろいろね紹介していきたいと思います。この2つですね、人事部っていう本と自分の木の下でっていう、僕が買ってきた本、こちら 1,2,3,4,5,6 冊、ビジネスで今回攻めてきました。こちらからどうぞ。はい、こんな感じで書いてました。新宿武蔵野館3っていう、年は書いてないんだけど、8月12日の12時10分にドリーマーズって書いてあるね。整理券かな、なんかの。新宿武蔵野館って俺この前行ったよ、なんか映画館とかあるとこじゃない。入場再入場の際は本券をご提示ください。多分映画館のチケットだ。この前見に行ったんだけど、猫集めの家、こんな古かったっけな。一昔前ってことじゃない、そしたら。で、2004年だ、日本で公開された。2004年、これ2001年に出てるから、そうやったら合うんじゃない。13年前とかのチケットやね、これ。新宿武蔵野館で働いてた方、これ分かりますか、この昔のチケット、こんなんでしたかということで、僕が最初に見つけた面白グッズというか、はい、こちらでございます。ここに挟まったものですけども、これがね、診療明細書。さすがにモザイクがかかってますけども、診療明細書が出てきましたね。これが平成27年6月22日ということでですね、金額355円、安い。まあまあ、何もなかったんだろうね。よかったよかった。はい、こちら釣りの本なんですけども、ここに挟まっていたもの。名前が、こちらがっつり書いておりました。そして次、給与計算の本なんですけども、ちゃんとね、給与計算しようとしてるっていう、痕跡がこちらにございます。こんな感じ。ちょっといろいろ書いてありますけど、崩し崩しで書いてあるから、なんて書いてあるのかわかんない。まだまだうち面白いのありますよ。言っちゃっていいですか。そう。はい、こちら新社会人仕事の基本ビジネスマナー編っていうのがあるんですけども、前の方だけちゃんとすごいマーカー引いてたり、こういう感じでやっております。後ろの方はもう何もやっておりません。面接の多分マニュアルでしょうね。この人は社会人にこれからなろうとしていたのか、それともバイトの面接でもらったものなのか、ちゃんとね、メモ書きまでして、こういう風に書いてあります。じゃあ僕があと2冊あるんですけども、言っちゃってよろしいですか。どうぞ。こちらにですね、電話番号が載っております。載ってましたよっての伝えて、うちで削除しときますよと。お電話ありがとうございます。は、本日の業務は終了いたしました。なになになに、会社かこれ。人事部っていう本なんですけども、この見開きにこんなメモがありました。簡単に説明するとですね、何これ。まあ、この人事部の本からこの人が学んだことが書いてありました。この人がこの本から学んだことは、組織的強化と組織活性化っていうのが一番大きな題目にあって、最後じゃあ行きたいと思います。ゴルフの本でした。この人はですね、お金持ちです。いろんなところに旅してゴルフをやってたんでしょうね。はい、皆さん何かお分かりでしょうか。ちょっとこちらね、またモザイクになるんですけども、飛行機のチケットでございます。この人お金持ちじゃないよ、多分エコノミークラスだもん。でもさ、 JAL の普通の乗らないじゃん。いや俺だってあれだよ、ジェットスターだよ。多分この本を飛行機に持ってってたんだろうね。暇だからその飛行機乗ってる間これを読んで、でここに挟んで取り忘れちゃったみたいな。でニューヨークに旅行しに来たんだ、ゴルフの旅に。ゴルフの旅に来たんだ、この人。うん、今度どっかでいいじゃん。東京から9月19日に飛び立って、ニューヨークから9月25日に帰ってます。6日間、約1週間の旅を行ってたと。ゴルフ満喫の旅、ゴルフ満喫の旅に行っておりました。